シャスナナカです。今回は我が家に帰ってきたよってことで、フォートナイトをまあやってみたわけですよ。フォートナイトのねオリジンですよ。いやー懐かしいね、このお家。そしてこのね、このなんだろうな、宝箱の位置とかも全部覚えてるんだけど、チャプター1のねものがこれシーズンなんぼなんだろうな、最後のあれで帰ってきてんのかな。クレーターになってたし、まあ多分そうだということだと思うんだけれども、まあそれでいろいろとやってリテールローばっかり降りていた、一日中降りていったんですけれども、結論から先に言うとビクロイは取れませんでしたよっていうわけですよ。取れないんだよマジで。もうね、なんで昔あんな取れてたんだろうってぐらい、やっぱ今の人がうまい、もう現役はうまいねって感じで、いやー懐かしいですよ。でもね、全ての場所が懐かしかったりして、まあ結構最初のうちは懐かしいとか言ってたんだけど、後半からガチでビクロイ取りてーっつって永遠にね回してたんだけど、なかなかね1日2日じゃ取れるもんじゃないですね。2位までは行ったんだよ、2位までは行ったんだけど、やっぱりこうなんか建築のスムーズさ加減というか、そもそも自分建築うまくなかったじゃん。建築うまくなかった人が建築モードでビクロイを取るなんて、まあそれがちょっとねおこがましかったっていうのかな。で、あのゼロビルドの方もやってたんだけど、これゼロビルドを今やってる映像なんだけど、これもいけるかと思ったんだけどね、みんななんかあのこのジャンプ、ダッシュジャンプでなんか詰めてきたりとか、なんか新しいなんか動きして、それでやられたりしたりとかして、もうねやっぱ違うなって。だからこうゼロビルド用の立ち回りと詰め方とっていうのがセオリーがあって、またそれもまたね違ったっていう。だからどっちかっていうとゼロビルドの方があの倒せはするんだけど、あの難しかったのかな、敵のレベルが高かったかなって感じです。まあさすがみんな打ち合いが、やっぱ打ち合い自身に気がやってるもんだからね、なかなかなんですよ。あともう一つだけね、もう一つだけ言わせてもらいたいんだけど、デッドゾーンがね、あの追い込めないんだよ、あのフォートナイトのパッドの設定って。ゼロにできなくて、それで自分のね、あの等速か加速かっていう結構設定の話でちょっと申し訳ないんだけど、そこで等速でやってたらできなかったんだよね。加速に後から切り替えたんだけど、もうやめてくれよ。細いね、なんか遠距離のプレイヤーを追うっていう動作ができなくて、アサルトが全く機能しないっていう、そんな感じでした。いやでも楽しめたけどね、一日なかなかね、あの懐かしい一日でしたよ。まあ自分以外の人は日常かもしれないんだけどね。でも最近なんかツイッターとかでも意外とこのなんだろう、オリジンでっていう形でいろんな人がこう反応があったりだとはして、まあいろんな人が多分動画を上げてるんじゃないかなと思うんだけれどもね。みんな懐かしいって言いながら多分しばかれてんじゃねえかな、現役のプレイヤーにとか言って。そうそうね、まあこれでプロやってた人ぐらいだったら建築バトルとか、まあやっぱり建築バトルできる人は多分やれてたりとか、キーマンは多分なんかそこら辺変化ないと思うんで、多分すぐ慣れたと思うんだけど、これ前のパッドやってた人だったらちょっとね、ちょっと戸惑うことがあるんじゃないかなって、ちょっと個人的にねそこはね、僕が思うところでございました。皆さんどうですかね、最近のフォートナイト以外のゲームって言ったら、もう2018年って言ったらシージとかエイペックスとかコールオブデューティーの BO4 とかっていう、もうめちゃめちゃ FPS も TPS はこれだけど、そう FPS めちゃめちゃ黄金期だったんですよ。それ以降まともな FPS ってバロラント以外ないんで、もうそれ以降のねあれですよ、あのビッグタイトルない時代だったんで、相当ねいいゲームたちが目白押しだったんですよね。まあ自分はこういう建築がね、こう建築がインフレしていって、そのインフレに追いつけなくなって、建築バトル編集バトルみたいな感じになっていって、ああもう無理だーってなっていった人なので、やっぱそれができる人はねまだやってるんじゃないかな、フォートナイトね。えどうなんでしょう、でもそれもやっぱり反射神経がだいぶね求められるから、
ちょっとね、年取ってくると分かると思うんだけど、反射神経自体はまだ若干あるのよ。 あるのがこの前ね、なんか F1 のなんかレースで信号が青になってスタートするっていう、そういうアプリがあって、そのスタートの時にどれぐらい自分が追い込めてるかみたいなやつをやってみたら結構いいタイム出せたんですよ。だから反射神経って実は31の自分でもまだあって、それを持続させるための集中力のなんか持続時間が短くなってるんですよ。それはね、やっぱりね、このフォートナイトやってても思いました。もうね、連続でゲームが難しいこと、これは多分なんて言ったらいいんだろう、まあこれを現役でやってた5年前の人たちが5年前と今と比較したら多分結構そこら辺当てはまる人多いんじゃないかなってね、思うんだけどね。だから最近はね、ゲーム、こういうゲームを長時間やることよりもカードゲームとかの方がなんかねいいのかもしんないね。だから最近カードゲームめっちゃハマって、ワンピースカードにめっちゃハマってて、この前歌の映画を4回目見に行きましたよそれぐらいにはハマってます。はい、4回、映画の応募特典というか、劇場の特典があって、そのね、カードをもらう、それをデッキに入れるために4種類必要というか4枚必要なんですよ、同じカードが。だから4回見なくちゃいけない。8種類のカードがもらえるから、それを4枚コンプリートするために4回見るってことをやったよってぐらいにまではカードにのめり込んでるというわけですよ。ちゃんと僕見る派なんでね、もう得点もらってバイバイっていう、まあそれもまあそれはそれで別にいいんだけどね。得点もらってさよならする人って、マナーいい人はちゃんとクソ席を取ってそれでどっか行くんで、いい真ん中の席を取ってバイバイする人っていうのは多分僕が見る限りだとほとんどいなかったかなって感じしましたね。まあそんな感じでいろいろとね、最近のだから趣味もコロコロ変わるわけですよ。この当時は僕もヘッドホン大好き。このシーンというか、ここが僕の今日の最高の順位2位でしたね。そうで、ここで巻き切れてないのがまずヌーブで、ここでこう高所取らないといけないってなって飛んでくるじゃん、あれでグラップラーで飛んでくるから、上取ってってやろうと思うと土台崩されてこう死ぬんですよ死んだー、マジかよ、本当にガチヌーブかよって思いましたけどね。まあそんな感じで、この当時めっちゃヘッドホンにハマってたけど、最近ヘッドホンなんて使ってもないから、もうね、ヘッドホンというかオーディオに興味がなくなったわけじゃなくて、僕はスピーカーにハマってるというか、スピーカー派にもうなっちゃったんで、ヘッドホンっていう僕もここでフォートナイトとほんと同じぐらいのタイミングでスピーカーにね、行っちゃいましたね。だから最近は車とスピーカーとワンピースカードかな、そこが結構メインになってるのかなってね、思いますね。なかなか皆さんもね、この当時5年って結構ね、あれですからね、自分が5年前やってたことと今やってることって結構まあ同じ部分もあると思うんだけどね、変わることはね、結構あると思うんですよね。皆さんはどんなあれになってるのかな。未だにフォートナイトをずっと発売当初からやってる人ってどれだけいるのかな、ちょっと気になるけどね。まあもしね、まだやってるよって人がいたらコメントしてほしいとか思ったりだとか、まあいろいろありますけれども、皆さんね、ぜひとも懐かしいフォートナイトをやりたい人は今のうちですよ、やっといてください。それでは次回もかかってこーい。